やめる？ポップちゃん、ポップちゃん。だってポップの体で拭くのやめてよ。拭いてねえよ。なぜなぜしてんのに。拭いてんじゃん、そうやって。なんでそういう発想なるかな。お前そういうのでしょ。つけるぞ、ペトー乾いてるでしょ。お腹すいたな。なんで？は？食ったじゃん。だからやめんだよ。腹がさすりながらやめんだよって、ほんとやべえ。デビーより間違いじゃん。デブさん、デブちゃん。デブさん、デブちゃん。デブーパスタのやつ。クソババア。おデブちゃん。おでおでおデビ。クソタちゃん。吐きそう。はい、あ、いっちゃうよ。からいっかい。どっちでもよかったんだけど。流れが来ちゃってるからね。生首が止まらない。クラクション鳴らすっていう最終手段だし、パーンっつって、入れる義務で、若干もうなんかもうぶつけに行く勢いでちょっともうさ、こう泥がに身を乗り出しててバスが、いやでもね、これはめんどくせえ。ラジオこのじいちゃんに全てが託されてるんで、あのじいちゃん風呂上がりみたいな格好したじいちゃんに。9時までやってて、この配信。何が？この配信。なチャラ先生とも9時までやってるよ。ああ。すげえよ、あそこ。ブン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 。ピッピッ。クソババア。おお。何これ？え、ポポの花。チンジルつけてんかと思った。実はチンジルでした。もう金ないから経由でよく壊れるやつや。パワーダウンするやつだ、突然ピーンって。いや、パワーダウンどころか始動しない。しかも抜かなくちゃいけないし、ディーラー持ってってすげえ金かかるやつ。そう、逆にね。どうしたどうした。それなんか、なんかの漫画でそれ見たことある。なんかね、いるらしいよね。でも軽、私の車軽自動車だから軽油ねって言ってました。乗ってるらしいよ。会社用のなんか車乗ってて、そう、部下に運転させてて、上司が。で、急に運転してたらパワーダウンしたから車が、なんか近くに運用のコンビニだかなんだかがあって、そこに停車して、あの JAF だかなんか呼んだ時に、なんかこれ軽油を間違って入れてますねって言われた時に、そう、上司がなんか、あ、ちょっと俺が最後に入れたんだみたいな、俺が間違えて疲れててうっかり軽油入れてしまったのかみたいなっていうシーンがあったのを思い出したわけ。でもその上司はね、一応ね、部下に謝ろうとして謝ってる、軽く。まだマシじゃね、なんか君のせいみたいな言い方したわけじゃなくてみたいな。その部下も分かってますみたいな、これは私を試してるんですねみたいな、このピンチをなんか乗り越えますから、うんたらかんたらみたいな、プラス思考の部下だったと思いました。あれ早くね、ここの。まあ、8時まででしょ。いや、9時半だよ、ここ早く。あそこは8時なんだよ。やってても客来ないでしょ、こんな。
ウザー、うん、おじいちゃんがシュナウザーついてた。あと何年だったっけな、免許証一緒なんだよね。ゴールデン、ゴールデン、あれは嘘つかない。ちょっと寒いな、やっぱ僕もう寒いな、しょうがないです、今後寒い。免許証後にして、かわいい、腰もんじゃいい、どうしよう、痛いの。ああそこ気持ちいいです。ああ気持ちよさそう、ポップ。こっからこうやって床に帰ってたような気持ちいいでしょ。ああどうしよう、はい、ダイエットメニュー考えよう。しなくていいよ、納得よ、納得。いや、もやし生活。ああ、あれじゃ食えない。あ、もやしと、だからあれ食えない、いや、なんと、だからそこにちょっと味噌汁入れることになってね、ばやダメだな、昔みたいな食い方すると本当にあかん。うん、あっという間に太るよね。え、なんかやだね。うん、代謝落ちてるからめちゃくちゃ。登山とかさしてたりさ、動く仕事とかしてる割にはダメなんだなって。いや、ダメダメ、本当にね、そういう次元じゃないんだよな、ボクサーじゃないけど本当に代謝落ちちゃうんだな。うん、食事生活ですげえ変わる。ちょっとマジちょっと気をつけてみよう、ちょっとガチで。なんかしょっちゅう納豆食ってんだろ、ああいう生活したわけだな。いや、もう納豆食ってんだけどな、何がいけない。橋本駅ポテチを食いすぎたのかしら。うん、そういうのやめよう、これもやめよう。ポテチは食っちゃうね。でもたまに食いたくなるんだよ。右方向です。うわー、好きやがたも毒だ、早く行こう。別に食いたきゃ食うわ。いや、いい、帰る帰る。いや、ナゲットしか食ってんやん。いや、もう帰れ。家帰っても豆腐食う。もうサラダ食う。野菜、キャベツを千切りで。結構ね、でも豆腐ってね、腹たまるよ。大豆だからね、元は。うん、本当に。口寂しくなったらまたガムを噛むってやる作戦にしよう。ガム噛むのもめっちゃ好きだ。え？俺はあんまりそれは好きじゃないけど。なんでよ。あのね、ガム噛むと顎がね、使うからちょうどいいんですよ。あんまり、あ、安楽亭だ。やっぱ少ねえな、安楽亭は。美味しくねえよ。あのね、安楽亭はね、2000円で落とした方がいい。せめてそう、安楽亭ごとき3000円ってバカなのって思っちゃう、申し訳ないけど。うん、そう、いい肉をさ、落としなくしてメニューからで、2000円にしないと多分来ないと思うよって俺毎回思ってんだけどね。すごい嘆いてんの見たことあるけど、ところがどっこい、安楽亭は、安楽亭はもう高くてくださって昔からのイメージがあるから無理だって。そうそう、なんでこんなにデッドヒートしてんの。えデッドヒートしてんの。おめえ、安楽亭はなんかね、なんだっけ、キングだっけ、キングみたいにはうまくいかないとか言ったけど、なるわけない。だって昔からの培ってきたものがそんなんなの。値段が安い分安い肉を出してるっていうのがあれだったかな。だから別にそのなんだろう、美味しい肉じゃなくてとりあえず焼肉をちょっとお腹いっぱいに食べたい人には良かったのかと思うけど、うん、安くてまずいわけじゃないんだよ別に、うん、ただいい肉じゃなくて単に薄い焼肉が出てくるみたいな感じ、うん、でもそれはまた値段値段だからありじゃん。で、大人数でワイワイ食いに行けるようなイメージだったけどさ。ミサイルだぞ、お前の車。大丈夫、バックしては来ないだろ、いきなり。いや、わかんねえな。最近危険な動画見てっからな。年寄りの点はマジ怖いな。怖いよ。なんであのずっとアクセル踏みま続けんの、あれ。ブレーキ押してるつもりなの、それとももう年寄りだからいろんなパニック起きちゃって、そういうこと？なんか判断がおかしくなってんの、パニックで。あ、こいつあれだね、受け取り評価待ち
してくれてないだけだね。いやいや、とか。なんかキャンセル手続きとかしてくるかと思ったけど。いやいや、とか。終わったら評価。